先生です。今日もよろしくお願いいたします。今日は麒麟部一緒にやっていきます。麒麟部は南拳基礎法系中の一つです。今日は南拳と冲拳合わせて繰り返してやります。地味な動きですけれどもめっちゃしんどいやで。そして練習していくと体幹の肥大、そして足、下半身の肥大すごいなりますので一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではまず皆さん麒麟部を作っていきます。左の足、前の場合は左のね、つま先内側、ちょっとだけ内側に向いてください。そして後ろの足は自分の足の2本ぐらいの距離開けてください、ね、そして後ろの足はかかと、ね、開けていただきますね。そしてこのまま座っていきます。そして、ね、自分の膝はギリギリ床とくっつかないようなところ、ね、しゃがむようにしてください。これ麒麟部。高さ、例えばまだ慣れてない方は 高いままこうやって、ね、屈伸して全然大丈夫なので無理なさらないように。そして右の足、前の場合も同じ、ね、まずつま先内側にこう、はい、向いてちょっとだけですね。はい、後ろの足も2号本、大体の2号本のところを置いてください。そして、ね、こういう感じで麒麟部になります。麒麟部になります。はい、そして次手合わせていきます。わかりやすいように私は少々斜め向いてやりますね。はい、ね、麒麟部の形、まずその立てる時の幅まで用意してください。そして右の手、腰、左の手、じゃん、まず用意して、それで麒麟部完成しながら自分の右の拳出していきます。そして左のジャン、胸の前に、はい、こうやって繰り返して立つ時もう一回戻ります。はい、しゃがむ時はプンチュン、はい、立って回って、そして今から練習10回練習していきますよ。10回、高いままでも大丈夫なので無理しないでくださいね。はい、じゃあそれでは行きます。1、ゆっくり、まずゆっくり、2、はい、立って、3、はい、ゆっくり立って、4、はい、ゆっくり、5、はい、ゆっくり、6、はい、ゆっくり、7、8、9、10、はい、OK。 10回ゆっくりね、しました。多分今ちょっといろんなところしんどいと思います。ね、背中結構もう効いてると思います。さっきも何回も言いました、高さ無理しないようにお願いします。もちろん反対も同じ、ゆっくりまず1セットしてほしい。次はメリハリつけて冲拳の時パッて、そして止めてスピード上げて、で筋肉とかの、引き締めとか、そして瞬発力ちょっと練習していきたいと思います。
同じ無理しないように、もちろん見て、あ、こんな感じも練習できるというのを意識さえあれば大丈夫なので、一緒に早くしなくても大丈夫です。はい、じゃあ、もしできる方は高くでもいいから一緒にやっていきますね。まず、はい、はい、この形作ってもらいますね。用意、スピード上げて10回いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。 はい、これをちょっとメリハリつけて、さらに体幹の練習になります。ゆっくりゆっくりするの、良さもあって、ね、ちょっとどこから力力点に伝わってるとか、その感覚また全然違いますので、このスピードこう上げてすることによって引き締めとか、そしてこの筋力の、出す時のスピードのこういろいろな筋肉の練習とかもになりますので、あとコントロールね、しゃがんだ時の自分の筋肉のコントロールとか、体幹の、強調体幹の強く練習できると感じますので、皆さんも同じと思います。はい、結構チリンブ簡単な動きですけれども、地味にしんどいやな、皆さん無理せず高いままで結構です。やってみてください。はい、それでは今日の練習ここまで終わります。辛苦了。バイバイ、また明日。